インド準備銀行をンバしてインド準備銀行はインドの中央銀行である。なお、インド中央銀行は中央銀行ではなく政府系の市中銀行である。パキスタンが1947年に分離独立してから翌年にパキスタン国立銀行ができるまでの間、インド準備銀行はパキスタンにおいても中央銀行としての業務を継続した。歴史的には、 植民地銀行リザーブバンクオブインディアを源流とする。当然、イギリス資本に翻堂されてきた。戦後に国有化されてからも当分は、インドそのものに対する民間投資におき、英米資本が8割ほどを占めた。2005年の年次政策報告で、金融包摂を主要な政策課題に取り上げた。庶民が金融サービスから阻害される現状を憂い、基本貯蓄口座の提供を、 全市中銀行に勧告した。現在も国内全家計の59%しか銀行口座を保有できていない。2006年7月1日顧客サービスと苦情処理の強化に乗り出しカスタマーサービス部を設立した。金融包摂策との関係は明らかでない。金融包摂策はバングラディッシュのグラミン銀行が展開する。 マイクルファイナンスに通じる部分もあり、発想として新しいわけではない。クラミン銀行はバングラデシュ銀行の支援を受けているが、バングラディッシュ銀行はパキスタン国立銀行の支店が前進である。インパ地域は同一の問題に長いこと向き合っているのである。インド準備銀行はインド全域22カ所に支店網を展開している。 現在のインド準備銀行総裁は、ラグラムラジャンで2013年9月4日に、財務省出身のデースバラオ・デスーバーオから引き継いだ。デースラバオは2008年9月6日に、前任者のワイ・ベヌゴーパル・レッティ・イ・ベンゴポール・レディから総裁の座を引き継いだ。21大総裁のワイ・ベヌゴーパル・レッティは、国際通貨基金のインド代表上無理事などを、 歴任した人物で2003年に前任者であるビマルジャラン・ビメルジャラン博士を引き継いだ。20世紀初頭より第一次世界大戦を経てからもインドは通貨安と貿易赤字に苦しみ、1922年から1936年までに市中銀行が373行も倒産した。このような時代にあった1921年、ジョン・メイナード・ケインズの設立案に沿って、 イギリス政府は、ムンバイ・マドラス・ベンガルの三照立銀行を合併して、インペリアル・バンク・オブ・インディアという、みなし中央銀行へ統合した。イビは、シティ・オブ・ロンドンの勢力に押されており、無担保借入れと国外での預金受け入れを禁じられた。外為業務は、シティのものだった。また、地方債の発行はできたがインド政府債は、イングランド銀行の権限であった。 1926年、ヒルトン・ヤング委員会ヒルトン・ヤング・コミッションが、インド準備銀行設立の勧告を提出。同委員会は、インペリアル・バンク・オブ・インディアを本格的な、中央銀行へ格上げしないよう提言した。これに沿って、翌年に、政府案が、インド議会に提出された。政府案の資本構成と組織構想は、 議会に席を占めたインド民族資本の激しい反発にあった。1934年制定のインド準備銀行法により、1935年4月1日に民間銀行としてインド準備銀行が創立された。インド準備銀行法は、インペリアルバンクオブインディア法を改正したものである。インペリアルバンクオブインディアは、インド準備銀行の業務を幅広く代理する。 市中銀行となった。この時に、風が少し外れた。インド国外に支店を出せるようになったし、外国が合わせも扱えるようになった。外国での予診受診も許されたが、その代わり、それまでになっていた政府関係業務はインド準備銀行へ権限が移管された。1936年のインペリアルバンクオブインディア理事は11人がイギリス人であったのに対して、 インド人は4人であったので、落としどころはそれなりであった。設立当初、インド準備銀行本店はカルカッタにあったが、1937年ボンベイに移った。1949年元旦から国有化が実施された。1948年と1953年に全国規模の外資、外債調査を実施している。経営機関は、 中央取締役会である。2006年6月27日インド政府は、アジムプレムジアジームプレムジーとクマールマンガラムビルラ、クマールマンガラムビラを含む13人の取締役を任命した。インド準備銀行デリン支店制作レート、リバースレート、貸し出し、または預金利率。インド準備銀行設置法では、紙幣の発行調整、金融、 通貨安定化を確保するための予備金保有、国の通貨、金利政策を優先的に操作できる権限などを規定している。インド準備銀行の主な役割としては以下のものが挙げられる。ありがとうございます。